ップステップジャンプではなくホップステップホップです。もうまずいよ。ただからくりサーカス上位に入ってしまえばね、出玉スピーディーに作ることができる早い台なんで、時間ギリギリまで粘っていきますよ。お？あ、夜だ。これ夜ですよね。私でもこれ外したことあるんですよ。90% なんですけど、チャンスオン期待度。一回外したことがあるんで、油断はできません。本当にびっくりしたも私、腰抜けました。大丈夫だと思いますが、ありがとうございます。4枚目すいません。本当にしっかりきっちり返しますので、はい、今日中によし、今日失敗してないんでよろしくお願いします。頼むよ、行こう。勢いはこの後もいいんです、黙ってください。はい、誓ったよ。よし、失敗してられないんで、投資が31本ですね。はい、31本。マジで失敗してられん。私200万持って帰るんだ。ちょ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 、待って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 、一旦落ち着いて。そう、そういう天才。20枚、ありがとうありがとうありがとう。難しいですね、カラクリサーカスって。だがしかし、ちなん、気持ちいい。これちょっとレバーオンで出てこなくて、ボタン停止で演出が気持ちすぎた。これはちょっとドバドバ出ましたね。いやー、いいじゃないいいじゃないいいじゃないですか。え、頑張ろう。チャンス目30、大きすぎ。もう何よ、嬉しい。戦おう戦おう、ナイス、当てるよ。先制攻撃行かせていただきます。もう一丁、あー、寄ってて寄ってて寄ってる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 、よし、まずはここよ。勝たないと62枚だからね。ね、そうだよね。行こう、リプレイリプレイリプレイ、レイアクでもいい。はい、気持ちを込めたレバーをリプレイじゃない、よし、 40%。 もう一点、もう一丁リプレイ行こう。あー、さっきのリプレイで言ってるか、ここでリプレイなりなんなり行くか、ナビ出るなり左からだよ。はい、最悪。あー、もう、あー、同じことは何度でも繰り返します。はい、ここにゲーム、おい、枠がチローンとなって、チャンス目、はっ。やったやった、同じことは繰り返される、繰り返していくしかない。もうこういう勝負、そして広角に、あ、バトルバトル、後期だ。しかも着地へ乗る、20ね、ありがとう。黒ジャッジ、はい、よろしくお願い。リプレイだよ、リプレイ行くなよ、いけるよね、やれるよね、はい、リプレイ。超本当にもう、ごめん、気持ちを込めて気持ちを込めて
リプレイリプレイリプレイレイアクレイアク、あるある、ふん悔しい、悔しすぎる降格です。来いレイアク、あるあるある、上段に上段にテンパイ、ナイス。ゲーム数も155期、よっしゃ、もう一丁カピタン、カピタンに負けてるやじゃ、もう本当にこの先ね、不安で不安でしょうがないわ。いっけー、おー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 、話にならん、あっはっはっは、追加です。来た。来た、リプレイ。もうこんなん勢いや。もうこんなん勢い。手を止めちゃいけない。手を止めちゃいけない。これはもう、思うが思うに。行くがいい。よいしょ。もうちょっと、苦しい、苦しい。呼吸が難しくなってきました。酸素が足りない。ふうふうふう、んなんかもう本当にすごく疲れてるんですけども、まだ劇場ジャッジ一回も成功してないっていう。残り12枚、後期一旦乗せとこうか、一旦乗る乗る、よし、20枚だけどこういうとこから変わってくるんです。4枚、はあ、あ、後乗せがあった、ありがとう。こんなにさ頑張って700枚の221ゲームでも劇場ジェッツ成功ゼロなんですよね、これがビックラポ。いや待って、2回チャンス目引いたんだよ、この後あるって、またあるって、3回目、あるあるある、びっくりするようなことが起きたりするんだって。ラストもうないですか、奇跡は、奇跡はありませんか、ない。お、なんか良さそうなじゃあ、存じ上げないんですけど、だいたい腹生えてる人出るっていい、いい時ですからねちょっと一旦見てみましょうか、はい、次回2回目天国の子、次回2回目、やっぱ羽生えてる人だいたいいいから、次回ここか、もしくはこの次天国、本当に残念です、天国は残念ながらスポットライトはありました。でもなんか楽しみですね、次回が天国っていうだけで気は楽。もしですよ、これで1300とかハマるとするじゃないですか、でも次天国なわけじゃないですか、で恩恵の300で当たるはもうなかったことになるってことですか。それって腹立たしくないですかそれって、それはちょっと、それはさ、ちょっと次の回に回しておきますみたいな、ないの。絶対やめてくださいね、ここで1300とか、それなら1400まで行きましょうっていう話ですし。あ、ちょっと煽ってます今、マクアイこんにちは、もうめちゃくちゃ得意、めちゃ、あ、来て来て来て、マクアイ、私がここ最近の中で一番得意なチャンスゾーンです、はい、もうプロフィールに書こうかなと思ってるぐらいマクアイチャンス得意ですってぐらい今得意です。いきます、よろしくお願い、しかも10ゲームもあるって、倍よ倍、これはもう3回ぐらい引いちゃうんじゃない。ラスト、調子に乗りました、すいませんでした、あ、プロフィールに書くのはもうやめときます。開幕ベル、
全然ある。よし、679ゲーム、あ、ゲーム数は503で679、相当違います。33。よし、成功率 100%、 チャンスいきます。決めよう、決めよう、決めれる。いやー、ラスト、ここで引ければもうすべて OK なのさ。はい、聞いたー。よし、追加投資せずに33本で吸えました。はい、いや、マジでチャンスの成功率だけは素晴らしい。何も起こせてないけど、ここで起こす。とりあえずワンス、これさ、トランクの方がいいんじゃない？トランクだよ。はい、よし、あるであるで。大崎さんがやったような時間ギリギリから始まる伝説、いたりましょう。ナイス、黒、黒ナビです。期待度アップ。あ、モードが上がりました。チャンス頼むよ。いきます。もう今すごくいい流れ、成功させようね。いいよ、成功させようね、成功させようね。さすがに、よし、決まりました。久しぶりだよ、今日2回目だもん。始まった、始まったと言いたい。さあ、上乗せ、薄いとこ、薄いとこ100。いや、でもさっきの200と合わせて残り300あります。で、この方角、チャンス目、まだ火は消えてない。ここで終了になったらない、ない。559枚ぴったり200です。帰ってきますから、必ずここつけますんで。はい、お、あー、ない、最後、まあ、次天国がもう決まってたんで。違うんですよ、これもったいないんですよ。なんかいけそうなんですよね、いけそうだけどいけないんですよね。これはもう腹狂ってる人らみんな知ってるやつ。さあ、36ゲーム、ここで戻れたらさっきのことは忘れよう。いくよ、はい、成功させる。オーマイガー、一度も子役が揃うことなくラストジャッジまで来てしまった。今日一回も失敗してないんですよ、チャンスオン。ここに来て失敗なんて、そんな悲しい話あってはいけない。成功するんだ。ついに、ついに敗れてしまった。あ、でもまた次、あ、そっか、あと2回でどっちか天国って言ってたから。うわー、こうやって久しぶりに今日からくり打ってるんですけど、一回こういう打つ日を作っちゃうとずっと打ちたくなる病なんです、私。結構同じものをずっと頼めるタイプなんで。怖い。あ、あ、ちょっと来た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 、これ役あっち、今日出すかも。200やりました、いいところで。
行きます。2泊も短縮してくれました。え、さっき33本ってやって追加投資2本、ん、2回も押したの私、まあ、投資35本なんですね。お、赤赤赤レインボーまでどうですか。カラフルなのに変わってみませんか。変わらない。開幕ベル残りちょっとメダルが9枚、間に合うか。さあ582ゲームでチャンスゾーンです。さあ追加投資して36本決めなきゃいけないよ。行こう。やばい、急に不得意になりそう。そんなことない。今歯車はありません。2冊だけはやめて。でも次天国です。もう一回チャンスはあります。さあもう今2連続失敗中なんで、さすがにね決めなきゃいけないです。投資が39本。早めの子役を引け、青弱いけど、お、よし決めれてて、うー鼻息すごい。よし鼻息から春ね、笑ってるけどやられて、あー惜しい。いや本当にんなわけないだろう。やっつけてやるからな。はい、あ最後に決めればいい。ここあとサクッと行ってみたんだが止めたい。うー楽しくない。こっちはマジ3連続失敗。この最後の最後に来てそんな、まさか。時計壊れてるんじゃないですか。15分なわけないと思います。私の時計ではあと2時間半ってなってます。あと2時間半あります。今ちょうどお昼ご飯食べたとこぐらいじゃないですか。無理無理無理、いっちゃダメダメダメ、落ち着いて、いっちゃダメ。あーエピソード青で、今の私と一緒です。本当にうわこれやめた方がいいと思うんですよ。あの言ってもこれ、まあ、もちろん可能性はありますよ。ただもうあと8分ぐらいなんですよ。ここでお金を使って今この台にですよ、よりやっぱり賞金に乗せたりとかする方が無駄遣いなんで、さすがにそれは私も分かってます。はい、なんでしょうがないです。これはここにて実戦を終了したいと思います。毎週ちょっとごめんなさい、35歳なんでちょっともう一回すいません、ちょっとびっくりしちゃった私も。はい、ここにて実戦を終了したいと思います。ありがとうございました。あったかいですね、外、春ですね。いやー難しかったですね。結果としましては41,000円、41本使って回収がゼロということで、私の200万ドリームのチャレンジは終了でございます。お付き合いいただき本当にありがとうございました。本当はねコンプリートして、あのパチンコ屋の上にサウナあるんですよ。コンプリートして早めにサウナ行って、でこの後ちょっと宮城に行くんで、宮城に気持ちよく行こうかなと思ったんですけど無理です。なんでね、次出られる方たちにもね、なんとか、まあ、大崎さんを
抜いてとんでもない記録を出していただきたいなと。ちゃんと最後まで12月が最後ですもんね、見守ってますので、応援してますんで頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。さようなら。収支管理アプリ T-Money 登場。 T-Money には誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。